ジョブダとハジエフはアゼルバイジャンの作曲家。アゼルバイジャン北西部カフカース山脈の麓の社記に生まれる。幼児より民謡やムガームなどの伝統音楽に親しみ深い影響を受ける。1924年にバクーに移り、1935年からバクー音楽院でウゼール・ハジベイオフについて学ぶ。翌年アゼルバイジャン人による最初の公共曲である。 公共曲第1番を作曲し、この作品が評価され、1938年、モスクワ音楽院への入学を許された。モスクワ音楽院では、アナトーリー・アレクサンドロフとニコライ・ミャスコフスキーについて学んだが、1941年の独ソ戦の勃発により、学業の中断を余儀なくされ、バクに戻り、バクー管弦楽団の音楽監督となった。 しかし戦後、仲間のからカラー F と共に、モスクワに戻って、ドミートリー・ショスタコービチに支持した。1947年、卒業作品として、公共曲第3番を作曲した。生涯に5つの公共曲と3つの公共詩と2つの弦楽詞重奏曲を作曲。1944年に、愛国的なオペラ、祖国をカラー F と共作して、 スターリン賞を受賞し、1952年には公共史、平和のために、で2度目のスターリン賞を受賞した。1947年から1948年まで、爆風還元楽団の音楽監督を再び務め、1957年から1969年まで、爆風音楽院の学長として多くの学生を育てた。 1990年にソ連軍によって百数十人のバクル市民が殺害された黒い1月事件に衝撃を受け、翌年に1月20日を作曲している。1997年にはヘーダル・アリエフ大統領よりアゼルバイジャン栄誉勲章を受賞した。ロシア語読みに従ってガジエフと日本語表記されることもある。ありがとうございます。